動画撮るんだ、すごいな。今日は東京の下北沢。ここ人多くてカメラ持ちながらちょっと撮影できないですよね。1時間ぐらい歩いたんですけど、偶然この店を見つけました。外から見たら私が本当に大好きなお店の雰囲気。動画撮りながら食べても大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。なんか人気とかありますか？これはおつやカレーのね、カレーヒスバル。あとこの辺にいろんな。あ、これでお願いしてもいいですか？うん、お方が。あ、はい。お願いします。いい雰囲気。お兄ちゃんとお姉ちゃんが二人でやってるお店だったんです。あ、いい雰囲気。あ、じゃあ髪って、やばまあ動画撮るんだ、すごいな。これね、これね、ここ食べ方書いてあるね。これは普通のですね。こっちから卵いっぱいのね。私はこの店の一番のメインメニューを注文しました。こういう店でこのメニューとかお店の雰囲気を見ると本当に落ち着くんだな。お兄ちゃん、いただきます。人が多くて撮影することやめて、なんか人あんまり少ないところに来たんですけど、いい感じの店があって、はい、これは嬉しいな。お兄ちゃんお姉ちゃんがやってるこういうお店、実家に来たような感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。はい、これがこの店の対応メニュー。ねえ、これすごいじゃないですか。麺、うどん、とろろ、ご飯。これ初めてだわ。これ日本語忘れたんですけど、このちっちゃい卵。これうまー。リオンに来てカレーうどんは今2回目なんですけど、2回目のカレーうどんはこうやって特別なカレーうどんだったので、すごく面白かったです。ちっちゃい卵、あと麺、このうどんの麺はそういう麺あるんですよね。ちょっとチュルチュルな麺じゃなかったです。と下北沢ってカレーが有名なところだって聞いたんですけど、こういうカレーうどんでも特別な、他のカレーうどんと違う、そういうカレーうどん、これ面白くて楽しかったな。あと本当におじいさんおばあさんの家に来たように、お姉ちゃんの声とか本当に大好きだったです。やっぱ私はこういう店好きだな。正直この店に来る前に下北沢は本当にどこにいても人が多くて、ちょっと来たのを後悔してたんですけど、この店に来たからはもう来てよかったと思いました。こういうカレーうどんって本当に日本でも珍しいカレーうどんだと思うので、もし下北沢に来る予定がある方は、あと下北によく来てる方はこれ絶対食べてみてください。あとこれとろろとご飯、絶対カレーうどんのカレー、ライス食べたくなるんですよね。これ本当に最高だったな。あとネギがあったのでネギもちょっと入れてみました。この卵食べた後、このとろろのライスを一緒に食べたんですけど、あ、これまた食べに行きたいな。下北沢って本当にこの日に行って感じたんですけど、若者たちすごく多い、あとおしゃれなお店すごく多い。しかしこういう店が私にとっては高級、一番高級なお店です。さっきも言ったんですけど、なんか味はもう美味しい。あとお兄さんお姉さん大好き、お店の雰囲気大好き、本当におすすめのお店です。こうやって日本に来ていろんな食べ物とかいいな。
ありがとうございます。はい、すいません。あ、どうもありがとう。あ、よかったです。ありがとうございます。どうもありがとう。優しい。お、苦しかった。はい、ごちそうさまでした。あ、カレー食べて、ちょっとお腹がいっぱいになって、ちょっと人少ないところに来て、まあ、地震ができました。全然懐かしくない。なんか最後にちょっとデザートとか食べたくてサボっているんですけど、実はさっき1時間ぐらいちょっと歩いたんですけど、どこ行っても人が多い。やば。アイスあるんだ。アイス、ソフトドーナツお願いしてもいいですか。ソフトドーナツ、あ、ソフトドーナツじゃなくてスイートドーナツだった。私カタカナむず。なんかこういうデザート屋さんに初めて来たんですけど、すごく今恥ずかしい。ご飯食べた後はデザートじゃないですか。ちょっとこっちで食べても大丈夫ですか。こうやってお待ちでこうやって食べたのは初めてだったので、すごく面白かったです。あとこういう撮影も初めてですよね。デザートをこうやってお待ちで食べる動画、あと実は私こういうきれいなお店あんまりもう好きじゃなかったんで、 YouTube の動画とか日本に撮って食べなかったんですけど、やっぱこの域って感じたのは、人って経験しなきゃいけない。この日すごく面白かった。このデザートも美味しかったし、こうやって街で座って食べるのも面白かったです。次の動画で会いましょう。